Buenas tardes, amigos. どうも、PJLL のパハロンです。YouTube でご覧いただいている皆さん、グラシアス・アミーゴース。ポッドキャストで聞いているみんなも、グラシアス・アミーゴース。まだチャンネル登録してないそこのアミーゴスは、今すぐチャンネル登録して、俺とアミーゴースということで、よろしくお願いいたします。はい。いや、もうね、ついに。来てしまいましたけれども、その前にちょっと宣伝はい、様々な情報をお届けしておりますプロレスル YouTube PJLL なんですけれども、様々な形で応援することができるようになっております。月1300円のメンバー募集もやってます。メンバー限定動画とかね、はい、たまにメンバー限定プレゼントとかねやってますんで、よろしければという形でございます。ほんでもって、スーパーサンクス機能も開放してますから、動画単体にビシッとスパチャ投げることもできるようになっております。はい、ほんでもって、オリジナルグッズもありますんで、よろしければ気に入るものがあれば、はい、無理のない範囲でぜひよろしくお願いいたします。はい、ということでついに、いやー、もう決まっちゃった何が決まったんだよって話だと思うんですけど、まあ、ついに決まっちゃいましたね。はい、武藤圭司選手の引退試合ね、いつやるのかどこでやるのかが発表されましたので、まあ、そちらの情報を皆さんと一緒にねチェックしていきたいなというふうに思います。はい、ということでお伝えしていきましょう。ケイジ武藤グランドファイナルプロレスリングラストラブホールドアウト2023年2月21日火曜日、東京ドームで開催されます。会場は15時、試合開始は17時という形になっております。はい、平日ではございますがね、もう夢のような一日がここで待っているということなんじゃないかなという形になっております。で、放送媒体はまだ決まっておりません。はい、が、まあ、もしかしたらね、アベマのペイパービューとかですね、地上波もワンチャン絡んでくるとかですね、まあ、アベマが絡んでくれば、その前回やった、タケル天心戦のザ・マッチですよね。形を取ったりするんじゃないかなと。ちょっとちっちゃめ版みたいなね、感じでやるのかなというイメージも、まあ、湧いてくるという形でございます。はい。ね。というところなんで、まだ放送媒体決まってませんから、まあ、僕みたいなね、会場に行かない民は、はい、それがね、どうなるのか楽しみで仕方ございません。はい、まあでも、ノアさんがね、もしね、呼んでくれればね、僕は行きますよ。うん、呼ばれるような人物じゃないけど、まあ、呼んでもらったら行きますから、はい、軍師、よろしくお願いします。何のために俺を呼ぶんだよって話になると思うんですけどね。はい。で、まあ、チケット料金ね、こちらの方ちょっとチェックしていきましょう。実はね、もうチケット発売とかはね、もう始まってますんで、はい。そこをお伝えしておきたいなというふうに思います。チケット料金、まずは、VIP 席、1列目、50万円でございます。おめでとうございます。ねえ、50万円でございますよ。はい。まあ、1列目で、プラ柵内ということで、柵の内側っていうふうに書いてあるんですけど、まあ、プラ柵が何なのかよくわからないんですけど、はい。まあ、イメージとしては、ノアで今やってるような VIP 席のことなんじゃないかなと思うんですよね。はい。なのでね、はい、もう、いい景色が見れるお席でございます。50万円。はい、さらに引退記念特典がついてまいります。もう一生ものの思い出ですね、これはね。まあ、観戦自体も一生ものの思い出ですけど、そこで手に入れたグッズ、これもね、一生ものの思い出だと思います。はい、そして専用入場ゲートからのご入場が、はい、可能というふうになっておりますので、はい、VIP しか通れない道を通っていけるということですね。物より思い出ということで、50万円いかがでしょうか。左右のソーシャル設定はないということなので、はい、VIP 席は全て、一席空けとかそういうことではないですよという形だと思いますね。はい、なので、まあ、ずらっと並んで見ていきましょうという形になっております。はい、まあでもどうなんでしょうね。20席用意されたとして、20席ですか。ってことは80人ぐらいしか、
はい、まあ、もっと少ないかもしれないですけどね、はい、目安それぐらいの人数しか VIP 席で見れないという感じでございましょうかね。はい、ね、ロイヤルシート2列目ですね、プラ柵外の最前列って書いてあるんで、柵の要は外側の一番前っていうことだと思うんですよね。はい、こちらがまあ10万円という形になっております。はい、物より思い出何回言うねん。はい、でアリーナ S 席が、まあ、3列目以降ということになりますが、まあ、実質柵の内側からすると2列目以降ということになるということですよね。はい、まあ、これが、アリーナ S 席が5万円、はい、そして、11列目以降がアリーナ A 席になりますけど、こちらが3万円、そして21列目以降がアリーナ B 席になりますが、こちら1万5000円という形でございます。まあ、この辺がその1階の席というような形ですね。はい。そして、スタンド S 席が1万円。スタンド A 席が5000円という形になっております。まあ、この大会はですね、レディースシートだったりとか、エキサイトシート、と言いまして、ノアの場合は入退場ですねで使う通路側に近い席をエキサイトシートとして格安で販売してるんですね。はい、そしてソーシャルディスタンスシート、一席空けの席ですね。そして学生シートといって、ノアはですね、当日のみになるんですけど、小中高大学専門学校生を対象に学生シートをたまに発売しております。はい、2000円だったりするんですよ。はい、いつもはねすごいお安いんで、学生の皆さんノアねぜひ見てくださいね。うん、が残念ながら、まあ、このレディースシート、エキサイトシート、ソーシャルディスタンスシート、学生シート、まあ、こちら販売はないですよという形になっておりますので、はい、皆さんね、お好きな席を、はい、選んでいただければ、物より思い出ホンダなんだっつう話なんですけどね。はい、まあそういう形でね、この金額で、はい、チケット買うことができるようになってますので、まあ武藤圭司のね引退ですからね、はい、その場にいるということがね非常に大事なのかなと。まあその場にいることだけでも一生語れるものだと思いますので、はい、ぜひよろしければ皆さんねチケット買ってくださいね。で、まあ先ほど冒頭にですね、もうすでに発売してますよっていうお話をしたんですけれども、そのチケットについてなんですが、チケット発売日のお知らせもしておきましょう。こちらはですね、公式ファンクラブノアズアーク、もう僕もファンクラブ一応会員なんですけどね、はい、は先行受付がですね9月8日9月の8日木曜日、もうすでに始まってますね、から、9月の19日月曜祝日、9月の19日横浜ラジアントホール大会があるノアでは、はい、その日の18時まで、はい、先行受付ができるようになってます。はい、いい席を取りたいっていう方はもうやっぱりファンクラブに入って取るというのがまあ一番だという形になります。はい、ノアのねファンクラブは新日とかと比べたらもう全然ね人数いないと思いますんで、もうね入っちゃって取るのがねめちゃめちゃいい席取れる可能性ありますよ、マジで特にその VIP なり、2列目の10万円のロイヤルシートなりとか、はい、その辺抑えたいなみたいな人は、いやいいと思いますね、ファンクラブ入るのね、うん、はい、そしてレッスルユニバース先行発売というものもございます。レッスルユニバースの会員の方ですね、レッスルユニバースに加入されている方ですね、はい、こちらは10月1日土曜日12時からスタートとなります。でここはね10月1日から10月3日までの、まあ、3日間という形ですね、なります。18時までね、3日の10月3日の18時までなりますんで、はい、レスリングバス会員の方も、まあ、割と早めに取れるという形ですね。そして、プレイガイド先行発売、こちらはね10月の5日からという形になります。はい、そして一般発売ね、こちらは11月の19日からの土曜日からという形になってます。で販売場所については決定次第お知らせしますとなってますんで、まあもうどうしてもという方はもうファンクラブに入って、もしくはレッスルユニバースに加入して、はい、っていうのが一番いいんじゃないかなと
というふうに思いますね。はい、なのでぜひね、こういう形で販売されますので、はい、ぜひチェックしてみてください。で、さらにですね、これとともに、武藤敬司引退記念の、ブルーレイボックスですね、ブルーレイボックスが3タイプ発売されることになりましたので、そちらの方も皆さんと一緒にねチェックしていきたいなというふうに思います。まあ、3つ、まずはね、武藤敬司8枚組ブルーレイディスクボックスというものが1つで、グレートムタ8枚組ブルーレイディスクボックスというのが1つ、そして武藤敬司2枚組ブルーレイディスクボックスというものが、この3タイプが発売されることになりました。はい、すでに予約受付中です。はい、武藤敬司単体の作品としてはブルーレイディスクは初作品となるということです。ファンに語り継がれる伝説の試合やレアな試合を収録、当時を武藤敬司本人が振り返り試合を解説、今だから話せる裏話を含む独占インタビュー収録とかね、もう武藤敬司はしゃぶり尽くすっていうものより思い出っつって何回やんのでじゃあこの中身をねちょっと詳しく見ていきたいなというふうに思うんですけれども、武藤敬司引退記念8枚組ブルーレイボックス、こちらですね、プロレスリングラブフォーエバー括弧仮というふうになってます。アップアップガールズプロレス括弧仮みたいなね感じなんですけれども収録内容としましては、新日本プロレス時代やノアでの試合を60試合収録しています。ボリューム満点ですね。はい、武藤敬司本人が当時の思い出を語るというのも新しく収録しますよという形ですね。そして、武藤敬司のアクリルフォトスタンド付き初回限定版かなという形になっております。こちら発売日はですね2022年今年の12月23日というふうになってます。クリスマスプレゼントにぴったりですね。はい、価格は3万6000円ということです。はい、そしてもう一タイプがグレートムタ引退記念8枚組ブルーレイボックス、はい、グレートムタファイナルバイバイカッコカリアップアップガールズプロレスカッコカリ、収録内容としてはですね新日本プロレス時代やノアでの試合を56試合収録、武藤敬司がムタのエピソードを語る、これは新たに収録されるそうです。はい、そして、まあ、こちらも初回限定特典だと思いますけれども、グレートムタのアクリルフォトスタンドがついてくるということでございます。はい、こちらはですね、2023年の1月20日発売ということですね。グレートムタファイナルが2023年の1月22だったかな、その辺なので、まあ、まさにねグレートムタのそのタイミングに合わせて発売されるという感じでございますね。はい、価格は3万6000円ということみたいでございます。はい、そして最後にですね武藤敬司引退記念2枚組ブルーレイボックスというものも発売されます。はい、こちらはファイナルプロレスリングラブカッコ仮アップアップガールズカッコプロレス、はい、カッコ仮ではなかったですね、アップアップガールズカッコプロレスでした。はい、収録内容はですね、引退ロード全試合をノーカット収録ということで、引退ロードというのが第1弾第2弾第3弾第4弾とかねそんな感じで今やってるんですけれども、先日清宮選手とやったのが第1弾ですね。で今度第2弾が、9月の25日だったかな、はい、名古屋であると思いますけれども、武藤敬司藤田和幸 VS 船木正和中島克彦というタッグになってますね。第3弾はまだ発表されてません。はい、そして、収録内容としてはそうですね引退ロード全試合をノーカット収録、そして、武藤敬司が自身のプロレス人生を振り返る、はい、という形です。こちらは新しく収録しますよということですね。はい、発売日は2023年6月30日ということになっております。価格が9000円ということになってますので、武藤さんの引退記念グレートムタの引退記念の、まあ、8枚組ブルーレイディスクボックスに比べれば非常にお安いということで、はい、ちょっと資金的にどうしてもという方はですね、こちらのこの武藤敬司引退記念2枚組のブルーレイボックスを
購入されるといいんじゃないかなというね、まあ若かりし頃の武藤敬司はおりませんけれども、より味わいの、ね、増した、ね、深みの増した、はい、武藤敬司の引退ロード全試合が見れるということなので、はい、ぜひいかがでしょうかという形になっております。はい、ということでね、武藤選手の東京ドームね、まあいろんな選手が参加するオールスター形式になるのではないかということね、我らが軍師武田もねおっしゃってましたけれども、まあどういうね選手が参加するのかまだまだ分かりませんね。そして、武藤敬司の引退試合の相手は一体誰なのかね、その辺もまだ分かっておりません。はい、まあ僕としてはこの選手にで引退試合やってほしいなっていう妄想がね膨らんでおります。皆さんもそうかと思うんですけど、まあ、その妄想に関してはね動画でお伝えしたいなというふうに思っております。はい、動画にしてね、まあ、当たろうが外れようが関係ないですよ。その人を僕がね思い描いたことに関してスケールが大きいとか小さいとかもう全然関係ないですよ。だって俺の妄想だからね。はい、だから、まあ、それに関しては苦情は受け付けませんけれどもはい、そういう動画も出していきたいなというふうに思っておりますし、まあ、このね記者会見が昨日行われたわけなんですけど、この武藤さんの発表の前に、まあ、今度ね GHC ヘビー級選手権試合ということで剣王 VS 清宮海斗というですね、記者会見が行われておりまして、はい、その内容もね僕はねあれ見ててねめちゃめちゃね剣王すげえなって思ったんですけど、はい、それに関してはちょっとメンバー動画で語りますはい、なので、まあ、よろしければメンバーの方をチェックしてもらえればっていう感じですね。はい、まあね、このね、まあ、武藤さんのね、東京ドームでやるということで、まあ、僕個人としては東京ドームにあんまりいい思い出がないんですけれども、はい、ぜひね、行かれる皆さんは、素敵なね、思い出をここで作ってほしいなって。まあ、まさかね、武藤敬司の最後の試合のマイク中にね、後ろから誰か入ってきてね、武藤敬司を襲撃するとかね、そういうことは起こらないと思いますんで。安心して東京ドーム大会に行っていただければいいんじゃないかなと思いますんでぜひ、やっぱねこういうね大きな大会にね参加されるわけですので、はい、ぜひ本当に参加される皆様はもう一生もののね思い出を作って、帰ってほしいなと。でその一生ものの思い出をね大切にしたままプロレスをねまた見ていってほしいなと思いますね。まあ、特に、プロレスリングノアと東京女子プロレスを見ていっていただけたらなと僕個人は思っておりますはい、なのでね、はい、もうチケットを予約申し込みとかねされた方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、そういった方々はねこの2023年の2月のね、21日に思いを馳せながら、楽しみに生活をされることもできるのかななんて思いながらね、僕はもうだからスタンド A 席の5000円でも全然いいと思いますんで、はい、そういうプロレスライフというかですね、そういうものを送れるって幸せじゃないですか。来年の2月の21日は俺はあそこに行くんだっていう思いのもとね、ずっとそれまでの生活を送れるってね、なんかいいですよね。うらやましいね。ということで、まあ皆さんね、もう一度ね、一応確認しておきましょうか。はい。敬司武藤グランドファイナルプロレスリングラストラブホールドアウトですね。2023年2月21日、火曜日、東京ドームで開催されます。会場が15時、試合開始が17時。はい。そして、チケット料金に関しましては、まあ、VIP 席50万円。はい、ロイヤルシート10万円、アリーナ S 席5万円、アリーナ A 席3万円、アリーナ B 席1万5千円、そしてスタンド S 席1万円、スタンド A 席が5千円という形になっております。チケットはね、もうファンクラブであれば先行受付がもう始まっておりますし、レスリングユニバースの先行発売も10月1日から3日の間に行われますし、はい、
プレイガイドの先行受付は10月5日からという形になっておりますね、はい、そして一般発売が11月の19日からという形になっておりますので、まあ、あの詳細情報なんかはねぜひねあのノアのホームページをチェックするなり、まあ、ノアのツイッター公式アカウントフォローするとかですね、まあ、いろんな方法があると思いますので必ず情報がね自分の元に入ってくる状態をぜひ作っておいてくださいね、はい、ということで、このプロレス YouTube PJLL の情報が入ってくる状況を作るのには何をすればいいのか、チャンネル登録です、はい、ということで皆さんからのチャンネル登録高評価もお待ちしておりますし、はい、この PJLL の方も応援していただけるということであれば、月額300円でメンバー募集もやっております。メンバー限定動画が見れるようになります、はい、限定プレゼントもたまにあります。はい、ほんでもって、スーパーサンクス機能も開放してるんで動画単体にスーパーチャビシッと投げることもできるようになっております、はい、ほんでもってオリジナルグッズなんかもありますんで気に入るものがあればぜひ購入していただければというふうに思います。はい、無理のない範囲でぜひこの PJLL も応援していただけたらというふうに思っておりますのでよろしくお願いいたします。それでは皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。スエニョスアミゴスホーミーズクソ野郎ども、これからも PJLL パハロンに。ついてこい。